公明党の山口代表が任期満了で退任することを受け、石井幹事長は代表選挙への出馬について、熟慮して速やかに判断したいと述べました。どなたかが代表にならざるを得ないという状況でありますので、私自身は今、その点について、熟慮している段階でございます。 石井幹事長は出馬の判断について、今後の選挙での勝利に向け、リーダーシップを取れるかどうかが一番重要だとの考えを示しました。代表選は石井幹事長以外に立候補の動きはなく、28日の党大会で無投票で選出される見通しです。